どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。はい、ということでですね、今回一人、お久しぶりのこの冒頭ですよ。これなんで一人かというと、もういつも見てくださってる皆さんならわかることでしょう。今回さやさんにサプライズプレゼントしていきたいと思います。今めっちゃ寝起きなんですけど、さやとパラちゃんがまだ寝てる時間帯なんですよね、今の時間ね。なので今こっそり一人でボースで今動画を撮っているんですが、今回もう何をさやさんにプレゼントするかというとですね、もう今さやが使っている iPhone なんですけど、確か iPhone X だったかな、この動画で、はい、こちらですね、これでカスタマイズしたわけですよ。だいぶ前じゃないですか、これは3年前ぐらいの動画で。実はさやのあの iPhone が今もうとんでもない状態になってて、さやがよくやっているゲームあるんですけど、それを1試合プレイするだけで灼熱になり、突然リンゴマークが現れて強制終了されたり、カメラアプリを起動して写真を何枚か撮っているだけで電池が 10% 減ったり、もうとにかくもうダメなんですよ。だけどなんかさやはもう機種変更しに行く、買いに行く、新しいものをやるっていうね、めんどくささが勝って全然機種変更しないので、今回勝手にこちら買っちゃいました。見てください、こちら iPhone 15 Pro、 プロですよ、プロの方。容量はこれでね、パラちゃんとの思い出をたくさん撮っても絶対に容量がパンパンにならないぞという、もう 1TB の容量にしました。でゲームも好き放題できるだろうしね。ということで今回こちらの iPhone 15 Pro、 まあ夏目さん家でただプレゼントするって意味ないじゃないですか。ということで iPhone 15 Pro にお絵かきしてプレゼントしていきたいと思います。これね、勇気がいるんですよね。もうなんかだってアップルさん言ってたじゃないですか、今までにないチタニウムボディっつって、これですよ、このキラキラとした今までにないチタニウムボディをアピールしてらっしゃったのに、こんなとこに書いていいのかなと思いつつ、まあ今回ねさやが使いたいようなデザインにしようかなと思ってます。次ねカスタマイズするならどんなデザインがいいとか、なんか雑談で話してたりとか普段してるので、まあそういうところからちょっと情報をすくい上げて、なるべくさやが嫌じゃないデザインを作りたいと思うんですが、まあなんとですね、今回すごいことにですね、こちらだけじゃないんですよ。なんとドゥン、こちらもさやさんに一緒にプレゼントさせていただきたいと思います。これはですね、今回なんとまたしてもです、またしても案件でドッキリ、いやサプライズね。以前ねこの動画、買ったもの何でもプレゼントの動画も実は案件だったのに、さやさんには何も伝えていなかったんですが、最近さやさん案件では何も伝えられながちということで、こちらエクスリアルエアーをプレゼントさせていただきたいと思います。これはですね、以前エンリアルエアーというものを皆さんご紹介したの覚えてますでしょうか。こちらの動画、やばいアニメありましたね。こちらのアニメをさやさんがね作って、エンリアルエアーで見てみようみたいな動画があったと思うんですけど、今回はそのエンリアルエアーの最新機種といいますか、新しくなって登場ということで、これもね iPhone 15に対応しているということで、この機会にめちゃめちゃちょうどいいデバイスをご提供いただけるということは、セットでさやさんにプレゼントしてしまえば、さやさんめちゃめちゃ喜ぶんじゃないかなと。この XDR Air すごいのが、 iPhone とはもちろんつなげるし、あと今回 XDR Beam というものがあって、これ無線接続もできるというアイテムも新たに追加されております。これでさやさんには新しくなったスマホで大画面でゲームを楽しんだり、もう映画も見たり、しかもですねこの XDR Air ですね、スイッチだったり PS5 とかも繋いでできるので、まあ、本当に後でちょっとさやにプレゼントした時に皆さんにもうイメージ映像を見せるんですけど、目の前に画面が出てくるんですよ。こちらですね、中身、はい、こんなものが入っております。そう、以前見た方はね、なんとなくもうわかると思うんですけど、ほらこれ AR グラスというものなので、これをかけるともうこの空間に大画面が出てくるっていう、どんな場所にいてもめちゃめちゃ巨大モニターで大迫力の映像を楽しめる、もう未来デバイスなわけです。僕たちが想像した未来が今そこにという感じなわけですよ、 XDR Air っていうのは。まあだからこれをさやさんにプレゼントしてたくさん楽しんでいただければなと。パラちゃんもいるんで、最近は映画館とかにもねあまり行けないので、これで大画面の映画とかを見てもいいんじゃないかなとか思ったりしますね。まあ、ただパラちゃんがいるおかげで、ドッキリというものを撮る時間が全く持ってないので、ちょっとこれ今回ドッキリがうまくいくかも心配しつつ、ね、なかなかこう2人が別々になる時間ってなくて、片方だけでお出かけしてこようみたいなこともまだないんですよ。まあ、なんでこのドッキリが無事遂行できるかは運にかかってるんで、途中でバレたらごめんなさい、もう途中でバレたら普通にプレゼントしますということでやっていきたいと思います。
さあでは早速見ていきますか。まずは開封です。このエクスリアルエアーに使えるこの iPhone 15 Pro 見ていきましょう。どんなものなのか。僕もちょっとドキドキですよ。で、さやさんにプレゼントとか言いながらですね、本当にあれなんですけど、自分の分は買っちゃいました。僕の携帯も結構ですね、さやさんのに負けず劣らずもう不調が続いておりまして、容量もパンパンで、まあ、お揃いで買い替えようということでやっていきたいと思います。ちなみに、僕の方がでけえやつです。iPhone 15 Pro Max 買っちゃいました。いや、それは違うんですよ。さやにも Pro Max を買ってもよかったんですけど、さやね、Pro Max って昔からね、でかすぎて手に収まらないから、普通のサイズがいいっていうのはよく言ってるんで、まあ、さやはあえてこのプロの手に収まりのいい方にさせてもらいました。じゃあ行きますよ。iPhone 15 Pro、こちらです。ドゥン!おー、綺麗。なんか新品の携帯なんて久々だよ、本当に。3、4年ぶりじゃないですか?待って、ガラスじゃない。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、皆さんちょっとこれ感動かもしれん。このさ、アップルさんがなんか今回のこだわりですみたいなやってた部分なので、非常にあれなんですけど、書きやすそう。チタニウムだからなんか細かい溝が多分あるんですよ、これ。これ待って、上さ、サンドペーパーとか書けなくても書けるかもしれん、直接。やば、これテンション上がるわ。カスタマイズシリーズ何があって、元の素材感を活かせてカスタマイズできるものと、サンドペーパーとかをね、こうヤスリみたいにかけて上にスプレーで色を一回ペターって乗せて、そこの上から書くっていうパターンがあるんですけど、個人的には全部覆っちゃうパターンって実は結構苦肉の策で、カスタマイズってそのもののベースの雰囲気が生きてる方が好きなんですよ。このままポスカとかアクリル絵の具が乗るんだったら、削らずに白地を生かしたデザインでちょっとこう物を描いていくみたいな、みっちり描いていくのか、ちょっとワンポイントで描いていくのかはちょっと謎なんですが、このままチタニウムボディを生かしながらカスタマイズできれば一番いいよね。保証期間外にはしていくのはまあいつものことなんで、なんか故障したら僕が責任持って、僕のお小遣いで修理していければなと思うんですけど、いいですよ、描けるんじゃないか、このボディ。多分 iPhone 15 Pro が発表されてこのボディが描きやすそうで、テンション上がってるやつはあんまいないと思うんだけど。これ助かるかもしれない。ちょっと待って、ちょっと、一回ちょんと試してみ、怖いな。いや、ちょっと待って、ごめん、やってみる。これ、乾く前だったら、ちゃんと取れるんで。一回まずデザイン決める前に、まず塗るのかどうかよ。一回やらせていただきます。まあ、ドキドキ。iPhone 15 Pro に果たして、まあ、これは世界中の人が気になる検証の一つですね。いや、世界中のアート系 YouTuber だけが気になる情報の一つですね。iPhone 15 Pro 直接書けるのか、やっていきます。そりゃそうか、それはそうだよな、弾くよな。つかの間の夢だった。すごく綺麗に撮れてしまった。ちょっとこれどうするかまた考えていきます。まずはちょっとデザインどうするか決めようかな。 OK、 待って、この紙ってデザインするのにめっちゃちょうどよくない？これにデザインすればいいんだよね。皆さん、これデザインシートもついてくるんだ。さすがアップルだ。よし、ここにデザインをしていこう。最悪こちら見て、この iPhone 15 Pro のクリアケースも買ってあるので、まあ本当だったら本体に書いてこのクリアケースはめればいいよっていう状態にしようかなと思ったんだけど、ただ今回は本体にどうしようもなさそうだった場合はこのケースを使って書いていければなと思います。じゃあまずですね、デザインからやっていくんですけど、次スマホ買ってカスタマイズするならどんなのにしようねみたいな話したことがあって、その時にさやがお互いが使うのを書いてもいいよねっていうのを言ってたのよ。お互いが使いやすいスマホ、お互いに使ってほしい iPhone にするみたいのはいいよねみたいな話はしてたことがあって、でただね、その時にいろいろ会話してて、サヤジオキャラが最近増えてるわけじゃないですか。うさがないだったり弱き心だったり、当時書いた時はいなかったですからね。だからナピメ弱き心うさがないとかはひっそりと書いてもいいんじゃないかなと思ってます。で今回はスマホとしてなんかこうデザインがしっかり成立するような感じで、例えばまあいいんじゃない、この辺にこう、この辺にこうやって、もうちょっとひまわりのデザインをやっぱあしらっていこうかなと思っておりまして、こういうとこにね。やっぱ全体的にお花を入れると画面が閉まる気がするので、ちょっと一旦これ仮ですけど。で、今のさやのスマホデザインも、お花がね、散りばめられてるデザインなので、あんま違和感もなく、次のやつに行ってもらいたいなという気持ちはあるので、こんな感じで。で、ここにリンゴがあるわけでしょ?下手くそすぎて、なんだけど、まあリンゴがあるわけです、適当にね。真ん中にリンゴがあるから、周りを囲むようにチラチラとこう、ひまわりをたくさんまず飛ばそう。これ可愛いんじゃないですか?結構。で、ここからなんか、リンゴに干渉していくキャラクターたちにするのか、もしくは、いや、どうしようかな。さやね、結構僕の描くね、キモい生物が好きというね、言ってくれるので、キモ生物も描いておく。
ひまわりのふりしたオムライス。かわいい。キモいな。キモいか？どうだ？この辺ペンペンにしようか。一部ひまわりやめて、あの画集の表紙に書いた女の子がつけてるペンペンにしよう。ね、あれペンギンなんだってみんなに言われるんだけど、まあ多分ペンギンですね、あれね。なんかさ、書き始めるとあの、アップルのボディを残すようにしましょうみたいな話してたけど、結局上に塗装しなきゃいけないっていうことになるんだったら、あのボディを生かさなくてもよくなるっていうことになるので、ちょっとデザインの幅は広がるのかなという。いや、でもな、どうにか上にやりたかったな。無理かな。そう、今回ちょっとあの、エクスリアルエアーにもカスタマイズできないものかなと思ったんだけど、でもエクスリアルエアーのカスタムしたところで、迷惑なだけなんですよね。できるとは、すればケースかなとも思うんだけど、持ち運びするようなケースだとね、なんか削れちゃう可能性があるから、今回はね、エクスリアル関連は断念しております。どうしようかな。弱き心はね、絶対いるんですよ。弱き心マジであのひいきしてるんで、ひまわり畑からひょっこり覗いてる弱き心とかね。いや、でも細かく書く系じゃなくてデカデカと書くっていうのもいいんだけど、どっちがいいんだろうね。難しいね。まあ今とりあえず細かくなんか散らす系のデザインのイメージでやっております。あ、いいんじゃない。こうさ、上からなってるみたいな、上からこう植物兼メカっぽいけどメカとも言い切れんみたいなやつから、こうギョーっとみんな鈴なりになってる。リンゴもなってる、ナピメもなってる、ペンギンもなってる、ウサガナイも弱き心もなってる、下は花畑みたいな。どうすかこのデザイン。こういう感じで言ってもいいんじゃないかな。まあちょっとまだこれラフスケッチなんで、例のごとくね、さやさんのラフスケッチはまだね、最後まで生きる可能性あるんだけど、ゲンさんのラフスケッチはマジで最後まで全く生きないことがデフォルトなので、どういうことになるかはね、楽しみにしていただければと思うんですが、まあ一旦ですよ、一旦。一旦のデザインがこんな感じで、マジで見てらんないのよ、あの、いつもの使ってる携帯が。本当にひどい、あれは。さやじゃなかったらこんなに耐えてなかった。絶対に我慢できない、あの状態。多分みんなも我慢できないと思う。だ、電池さ、さっきまで 50% あったのにさ、急に 5% になるんだよ。どんな携帯よ、それ。まあ、出先で全く安心できないっていう、なんかね、恐ろしい。あれなんですよね。ちょっとメカな女の子だったり、あのさやの好きそうな少年だったりとかを入れるパターンも後で考えてみようかなとは思うんだけど、普段からなんかこう携帯としてのさ、スマホとしてのデザインと普段使いできるっていう両立で言うと、こういうなんかポップなキャラクターを描いていく方がいいんじゃないかろうかとは思うんですが、まあ、全体でも黄色いキャラが多いんだな。黄色ベースのキャラが多いから、これでまとまってくれたら嬉しいですね。はいはいはい。まあ、とりあえずちょっとなんかイメージはこうついてきたので、またね、紙の方にラフなどを描いたりしつつ、本体にどう描くかを考えながら、まあ、デザイン描いていければなと思います。そしてあのさやさんがね、多分もう時間的にあと20分30分もすれば起きる時間なので、まあ、一旦ちょっとこれを描くシーンはまた後日撮っていきたいと思います。では無事ドッキリが成功するように皆さんちょっと祈っててください。それでは、はい、また別の日の朝、ちょっといろいろ調べて試そうとしたんですけど、ちょっとごめんなさい、緊急事態というか事件が発生しまして、まあ、ここの面に塗装をするっていうことはできるんだけども、チタニウムを削って塗装するためのものが今のうちの作業環境になくて、でただちょっと注文したりするとさやさんにバレるリスクが高くなるっていうのがちょっと今ね見込まれてて、だいぶねこの家ドッキリしづらい仕様になってきてるなっていう感じなんだけども、無理やりここの本体に書こうとして、まあ、ドッキリが成功しなくなるっていうパターンも避けたいのと、あとね、これもちょっとまだ僕の考えてるだけなので、どれぐらい影響が出るかは置いといて、ここマグセーフって言って充電ができるんですよね。で、そこがあるので、上に厚く塗料を重ねても平気なんかこれっていう。おそらくないと思うんだけど、ただ、ケース自体もマグセーフ対応のケース、対応じゃないケースっていう風になってるぐらいなので、何かしらここの本体にマグセーフ部分に塗料が乗っていると不具合出るんじゃないかという気がしてきて、でなんかせっかくさやに新しいスマホをね、 iPhone あげるのに全部の機能が使えなくなっちゃうのはちょっとかわいそうなので、まあ、一旦今回は本体には触らず、こちらです。でんと、これマグセーフ対応のケースっていうのがあって、ここに薄く塗料を塗って、まあ、この上に書いてみて、まあ、最悪このマグセーフ機能が使えなくても、まあ、ケースだったら最悪どうにかなるじゃないですか。今回はちょっと冷静になってスマホケースの方にカスタムペイントをして、世界に一つだけのオリジナル iPhone 15 Pro のケースを作って、ここに装着して、ちょっと今回それでやっていければと思います。なので今からこのケースの方に書いていきましょう。さあ、ということで書いていきましょう。
今回ですね、もうすでに下書きの方は、転写を済ませてあるんですが、結局ちょっとやっぱね、メカ少女というか、まあ、いつも描いてるような女の子も描きたいなと思う欲望に負けてしまって描いているんですが、はい、今回はね、色を塗るときにポスカとアクリル絵の具使っていきたいと思います。まあ、いつもはねポスカが多かったんだけど、今回はアクリル絵の具を使うことでちょっとマットでね、よりマットで耐久性の高い表面を作っていければなということでやっていっております。で、こちらポスカの2色をね、乾く前に筆で伸ばしていくと、これ見てわかりますかね、髪の毛で青緑色とピンクでグラデーション作ってるんだけど、まあ、こんな感じでね、グラデーションが作れるので、ぜひ皆さんね、これをやり始めるとね、ポスカの世界がめちゃめちゃ広がったので、ぜひ試してみてほしいところ。さあ、ということで、どんどんやっていっているんですが、こちらにですね、ちょっとうさがないよ、もうさやさんのさやじょうキャラをちりばめようというところでね、うさがないよ、このオムライス、謎のオムライスなんか、これは、いや、もうわかんないですけどね、ちぎれすぎたうさがないがね、オムライスに取り込まれてると、みたいな感じでどんどんシュールな世界を描いていければと思います。これはね、エビフライになったさやさん、そして弱き心、いやー、なんかでもこうやって見ていくと、いやな、ね、スマホケースを今自分が使ってるやつが過去にねカスタマイズしたやつなんだけど、それと見比べるとさすがにカスタマイズ慣れたなというか、あれ、もしかしてちょっと上手くなってるみたいな、なんかちょっと自画自賛になってしまうんですけど、思ったりするぐらい、なんかカスタマイズって自分たちにとって当たり前になったなっていう感じがあってね、感慨深かったですけど、まあ iPhone11 から iPhone15 ということでね、大幅にレベルアップしてるので、このカスタムケースもレベルアップしたいところですが、はい。で、画面の中にちょっとひらがなも入っております。このオムライスのところにはね、もって書いてあったり、ぬって書いてあったり、れとかととか書いてある。これね、さやさんが好きなか分からんけど、好きそうな文字書いてますね。でも確実にもは好きだね、さやね。で、左下にちょっとひまわりを書こうということで、今回ひまわりでね、なんかスマホケースっぽくいい感じにしようとか言ってたくせに、やっぱりまぶたぷっくりひまわりというか画集のオンラインズの表紙に書いているタイプのひまわりを今回はね、書いてみました。さあ、ペン入れをゴリゴリしていきましょう。一番楽しい瞬間、この時のために絵を描いていたと言っても過言ではない。はい、今回は紫色ね、でペン入れをすることで全体的に引き締める感じでいければいいなと思い、最後に紫でゴリゴリとペンを入れて、タッチを入れて、さあ、もうちょっとで完成です。いやー、でもこれ渡してさやさん、どうかな、びっくりするかな。でもね、全く予想だにしてないと思うんだよね。さあ、ということで、さやさんの反応をご覧ください。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちのゲンです。スペースジェットのパープルマスター、さやです。おしゃれじゃない、今日めっちゃおしゃれじゃない。まずスペースジェットのパープルマスターって何、知らんけどということで、今回やっていく企画はこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ということで、はい、今日私何にも知らない、はい、今回ゲンさんがおもむろに X って書いたから、はい、多分 X 救命ツイッターで何かするってことだと思う、まあ、そういうことじゃないんです。そういうことじゃない、 X 救命ツイッターで何かする企画ではありません。今回やっていく企画はこちら、ダディン、個人情報、個人情報じゃないです、やめてください。はい、サイさん、お店とかに行くと平気でこうやって置くんで、やめてくださいこちら、はい、 X10 こちら、さやさんの使っている iPhone は10ですね。はい、 iPhone10 ですね。はい、ということで、今回やっていく企画はこちらでございます。なに、やばー、これってさ、こちら iPhone15 Pro、 いつ買ったの。お、さやさんにプレゼントします。いつ買ったの。さやの iPhone やばいでしょ今。そうだよ、もうほかほか一瞬で死でしょ。すごい、もうゲームしたらドゥン、あ、そう、くれるんですかこれ。今回、うん、さやさんに、はい、iPhone15 Pro をなんと僕は発売日に買ってました。やば。ちなみに発売日何してたかというと、 iPhone15 Pro、うん、予約開始時に、はい、ゲンさん配信中に長めのトイレに行っていたことがあったんですけど、皆さんは覚えていますでしょうか。配信を見てる方だったらもしかしたら覚えてるかもしれないし、さやさんが覚えてるかは分かりません。なんかあれ、なんだっけ、何してた時だっけ、ちょっとさや、ちょっと一緒に喋っててみたいな感じになって、なんかそう、一人でなんかずっと喋ってて、はい、その時に貸したの。買いましたね。
ということで、さやさんどうぞ。なんかこれゲさんのことだからさ、なんか、うん、iPhone 15新作出たから書こうぜとかっていうそういう話かと思ったわ、うん、いいの開けていいよ。やば、これあの話題でしょ、はい、話題のやつでしょ、話題の、やば、お邪魔します。やばやばびっくりしたやばということで、今回の企画、さやさんにカスタム iPhone 15 Pro プレゼントでした。うわー、すごい、めっちゃ可愛い。お、よかった。すごくない。はい、あ、でもあんま、待って、あの、今まだ削れるからね。あ、怖い、詰め立てないで、まだあの、あれしてないから、怖いよコーティングしてないからたやすく削れていくから、一回削ったし俺。ボスカ君怖すぎはい、めっちゃ可愛い。ということで、今回はさやさんにカスタム iPhone 15 Pro プレゼントでございます。いや、ありがとう。なんか、はい、どうしたの、どうして何があったの。やっぱ普段からね、うん、あのさやさんはほら頑張ってくれてるじゃない。うわ、ざっくり、うん、ふわっと。そう、で今回さやさんが使ってもらえるように、うんうん、ちょっと僕要素よりもさや要素強めで書いてみました。あ、そうね、だってなんかエビフライになっちゃってるし、さやさんもね、容器もいて、うん、ナピメン、はい、壊れてる。そう、あの哲学プリンに食われてるなってですね、これね。めちゃめちゃ可愛いね、うん、やば、はい、すごい、はい、でもなんか色味がさ、ゲンさんじゃない感じある。あ、でも今日はいつもよりちょっと明るく書いてみました、うん、てかまあ久々のポスカだったから、ね、単純に僕の感覚が変わったかもしれない、前より。あ、もう過去の明るい私はいないんだね、うん、あ、まだこれちぎれてない。あ、そうだよ、よく気づいたね。これちぎれ切ってるやつ、ね、うん、ちぎれ切ってる。これ頭にオムライスが乗ってるんだけど、オムライスのケチャップソースの中にはちぎれ切ってるウサがない、うん、ちぎれ切ってるこれどこがなんだかさっぱりわからないね。足なんだか耳なんだか、ね、ちぎれてるよ、完全、うん、目なんだか目じゃないんだか、ね、じゃあさやさんがいつもなんか QR コードを読み取れば、はい、ゲシさん画面消えちゃったんだけど、あ、リンゴマークに戻っちゃったとかって言ってる、はい、かわいそうなさやさんのためにです。さやさん自分で買うのめんどくさがって買わないだろうと思って発売日に予約しておきました。やばー。ちなみにこちらケースなんです、実は。あ、そうなんだ、今回はあれなの、あの本体がね、チタニウムすぎて。何それ、ビバラニウムのしすぎ。いや、もうチタニウムですよ、すごいんですよ。はい、キュンとるんで、キュンキュンの。で、削るのもちょっとうちにあるものだけじゃ削れなくて、うちにある塗料じゃやっぱ塗れなくて、だからなんかすごい、ね、ちょっともうスケジュールを考えて断念した。アップルこだわりの金属にゲサを敗北してしまった、はい、今回ちょっと敗北してしまったので、ちょっとケースなんですけど、はいはい、わー、すごい、ありがとうっていうことです。どうですか、先生。嬉しい。でもなんであの設定してからですよ、もう設定からした方がいいと思う。はい、もちろん。ポン、はい、こんにちは。違うよはい、こんにちはということで、さやさん、まあ、はい、はい、今回こちら案件でございます。マジでどういうこと。もなんか、さやさんにはなんと、はい、こちらもプレゼント。 X リアル、 X リアル、 X リアル、リア、あ、この X は救命ツイッターの話ではなかったではなく、 X リアルです。 X リアル、 X リアルって何。もうなんか覚えてないんですか。ここは N2M 銀河の第4惑星サヤジオプラム。タラタジの話してる。なんと、はい、インリアルエアーの後継機である X リアルエアーさんから案件いただいております。すごい情報、何もついていかないんだけど、うん、いや、そんなんじゃ置いてかれるよ、今の社会。この情報量についていかれないと。これ最先端の機器ですから、その情報に置いてかれてどうすんの、 YouTuber。 だってお前、桃太郎にしたらさ、はい、あの川から流れてきた後、パイナップル、スイカ、ドリアンに続きみたいな状態なんだけど、私今、まあ、この間書いた絵本もっと変な流れしてたから、ね、あ、まあまあそうですけどね。はい、てなわけで、はい、はい、さやさんには今回なんとですね、 X リアルエアをさやさんにプレゼントです。ありがとうございます。レンタルじゃないです、もらいました。マジ、はい、やば、え、もらう、もらった。ありがとうございます。私、しかも今回、まあ、さやさんは知らないと思うんですけど、はい、今回から iPhone がですね、端子が Type-C になってるわけですよ。 Type-C ですね、はい、なのでなんとですね、これと接続できるようになってるんです。直で、もう新しい iPhone の画面をこの X リアルに投影して楽しむこともできるし、スイッチをこれで遊ぶこともできるし、やば、もうさやさんここから遊ぶだけです。
遊んで案件してください、さやさん、源さん書いたんで。あれおかしいな、なんか流れがおかしくなってきたぞ。効果交換の法則となんか乱れてない、うん、乱れてないよ。私何もしてないのになんかこんないいものいっぱいいただいて、源さん20万プラス書く労力ね。20万言うなって。さやさんのためにちゃんと1テラバイトでパラちゃんの写真いくら撮ってもいいように、やばー、1テラバイトのやつにしたんだから。パラちゃんの写真撮りまくろう。はい、え、じゃあどうしたらいいんだろう。まずもう、多分、バレる。まあなんかこの企画の趣旨とはおかしいんだけど、このまま今使ってると危険だから一旦撮ろう。ということで、あの中からこんな生まれたての iPhone15 生まれたての iPhone15 があるので、ちょっとさやさん設定した後、はい、はい、XDR Air やってください。やってみますか、はい。ねえ、ゲンさん。何？カバー外すときにいろいろ触ったせいでフランス語になっちゃった。やばい。読めん。助けてー。さやさん？さやさん？何？何じゃない。やめてください、カメラ回さないでください。こんなに楽しんでるんです、やめてください。ということで、さやさんどうですか。めっちゃいい。でもすごい、なんかもう進化しか感じない。マジ、もう企業努力しか感じない。どの立場なの。やったから、それ前回もやったから、その拍手。やっぱりさやさんは変わらないね、うん、はい、いやすごい。てなわけで、うん、もう早速もうさやさんに体験してもらってるんだけど、はい、これがエクスリアルエアーでございます。はい、うん、これがね、エクスリアルエアーなんですけど、今さやさんね、一発目なのにちょっと高度なことしててですね、いや見てください、ね、こちら見てください、はい、これ見て、携帯で繋がってないのよ。そうなんです、これもこのエクスリアルビームというものを使って、はい、さやさんは今もう携帯のスマホの iPhone の画面をここに置くミラーリングというかね、そうそう、ここに置くというか、携帯は別の場所に置いてる、なんか優雅なところに鎮座してるんですけど、でなんかもうこんな感じね、はい、かけてないですけどね、あなたね。はぁ、あ、おっきゃ。あ、ちなみに見てください、あのケースどうにかなりました。イエーイ、はい、これ綺麗にツヤツヤにしてもらいました。コーティングしたらどうにかね、塞げました。ペロペロしたとこちょっと破れましたけど ね、そう、ちょっとこの辺とか欠けてるけど、はい、でもね、ちゃんと使えるようになりました、はい、ということで、このケースは無事なんですし、しかも、はい、さやさんこれもう楽しんでいただいてると思うんですけど、すごい、いやなんかね、うん、洗礼、え、本当になんかね、テレビがある、ここに透明なさ、はいはい、幕があって、そこにプロジェクターされてるみたいな感じじゃないんです、もう、はい、なるほどね、テレビなんです。はいはいはい、まあ、だからこれね、めちゃめちゃ軽くなってるんですよね。あ、めちゃめちゃ軽い。これ本体にバッテリーが入ってなくて、繋いでるところから電源を供給してるので、今だったらこの XDR ビーム、うんうん、はい、ちょっとあのスマホにも繋いでみますか、さやさん。で、引っこ抜いてこれ、はい、はい、iPhone15 に挿してください。よいしょ、はい、これ1本だけよ、ケーブル、ほら、すごくない、繋がりましたか、これで。あ、繋がりました。まあ、ということで、今ですね、 iPhone に直接挿して、うん、今さやさんの画面には今こんな感じで映っております。どう、なんか感動的なんだけど、今これ何見てんの、さやさん。なんと先日出たオンラインズの告知動画です。あー、やばい、これで見たら確かにエモそう。ちゃんと両耳からさ、はいはい、ふわーって聞こえるから、なんか立体感があるっていうんですか、はいはいはい、お、今これどこに映ってる。ちゃんと天井ら辺にあるんだ。なんか天井にあるというよりか、うん、俺の前にあるんだよ、ここ、はい、この辺に。なるほどなるほど、まあ、ということで、こちらですね、すごいあの軽くて持ち運びしやすいので、うん、ほんとどこでもゲームだったり映画とかね、出先で楽しむことができるというわけです。でしかもですね、まあ、だいぶまた装着感も良くなってて、うん、鼻パッドとかテンプルとかレンズがだいぶ改良されてるんですよ。いや、そう、あの本当ここの柔らかさすごい、はいはいはい、ここ前のやつよりつきやすいよね。うん、なんかね、うん、すごい柔らかく煮た豆。まあでも、とにかく柔らかいってことですよ。それぐらい、はい、すごい、はいはい、ふわってするものがここにいるんだってことを分かってるし、はい、そう。この手のこういうアイテムって割と重かったりするじゃないですか。ああ、そうね、そうそうそう、ね、まあ、特に VR なんかは AR グラスもそうだけど、やっぱバッテリー内蔵だと重たかったりするし、うん、あ、そう、ちょっとね、首肩の痛みがね、うん、出るんですよ。ここら辺でなんか明るさとかも調整できるんだよね。そうね、そう。で、あとね、いや僕は個人的にさっきちょろっとかけさせてもらったんだけど、うん、あのめちゃめちゃ映像綺麗だったね。いや、めっちゃ綺麗だよ。それが一番感動したかもしれない、うん、すごい、ほんとテレビだよ、うん、ここになんか私のテレビがこの辺にこうやってあるの。そう、330インチらしいですね、もう見えてる画面のサイズ的には。そういう、そう、だから家に330インチのテレビがあるのと同じです。もう分かんないよな、分からん、どれだけでかいか。でもすごい、もうくっきりだよ、ほ、うんと、サイズ的にはなんか映画館行った時の感じに近いかもしれない、比率で言うと。確かに目の前いっぱいになる感じです。じゃあこのエクスリアルビーム、これね、おビーム、おビーム様にちょっとつないでいただきいいですか。つなげ、はい、でこれ今、はい、エクスリアルエアとつなぐじゃん、うん、でつないでこちらにですね、あの HDMI の端子を使って、はい、こうね、つなぐじゃないですか。うん、つなげましたよ、はい、でこれえ、はい、
どうぞ。え、これってボビッチですか？スイッチな。いいよ別に隠さなくていいね、別にスイッチぐらい。こんな簡単なつなぎで、すごい。なんとね、PS5 とかスイッチとかも使えるわけですよ。まあちょっと画面はあの著作権の都合上映さないんですけど、はい、なんとね、スイッチとかゲームまでも330インチで楽しめると。あー、すごいね。最高じゃないですかこれ。とにかくですね、また一つ気軽かつ性能が上がったということで、うん、こちらの X3R Air 2と、はい、X3R Beam、 ぜひ皆さんあの気になった方は概要欄からチェックしてみてください。クーポンもですね、今回特別に発行していただいてますので、ぜひこの機会にぜひこちら体験してみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。はい、いやでもゲンさん、はい、これはありがとうございます。こちらどこにお辞儀しとんの、ね、どこにお辞儀、画面の中のゲンさんにお辞儀するのやめてまして、ありがとうゲンさん大事にさせていただきますね、はいはい、ぜひこれからも使ってください、ね、ぜひ。あのでもこれサヤノなんでね、ゲンさん。そう、あの X リアルエアはね、一つしかいただけなかったんです、うん、だからさやの、だからさやのでっていうことに、うん、はい、まあ、ちょっとさやさんか借りるかもしれないですけどね。ね、ここに貸し付いてからね、さやさんに借りてください貸し付いてから、なんかプレゼントしたのになんか悔しい気持ちがありがとうね、ピーちゃん、大事に。じゃあゲンさん、さやさんさ、はい、このまま休憩に入るんで仕事してきてください。何、休憩に入るって何。そしてさやさんはこの短時間の間にある楽しみ方を発明してしまいました。何ですか。何。大画面で見んな。注意して、注意して。やべえやついる。これ仕事中でもね、寂しくなったらこれでこのガチ恋距離に戻ってこれるってわけ。大変だ。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。怖いやついるな。